皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、6月の6日、20時6分、昨日報道ステーションで放送されていた内容でですね、その昨年結婚された人の数が47万人という数字なんですけども、47万人だったと思います。もしかしたら件かもしれません。47万件ただ1933年からのとかそういうふうな話で、昨年と比べて3万人ほど減ってるという話なんですけども、これね、日本という範囲だけじゃなくて、1933年ということは、北朝鮮と韓国、要するに、朝鮮半島と台湾と満州国を併合していた頃ですね。大体それぐらいの時期の頃の話ですので、ちょっとね、1933年の頃だと、満州国に関してはどうだったかっていうところはちょっと、僕の方 の, あの歴史の方のところの認識不足で今ちょっと抜けてるところなんですけども、今何が言いたいかって言いますと、その日本の今の国境内のところの人口は4000万人ぐらいだと思われます。思われますとしか言えません。で、東京都の出生率はもう今 0.99 らしいですね。で、そのね、その人口1億2000万人の話っていうのは、日本列島、今の国境と台湾と、朝鮮半島と満州国が合併されてた時期で、その死亡届のカウントをすると、本当はその年代の頃、そこまでの範囲で1億人ぐらいでしたよっていう話で、その辺のところかなり数字曖昧なんですよ。その戸籍謄本がしっかりと提出されてる人とそうじゃない人とか、そういう話も昔、結構あったみたいで、まあ、そういうニュースは今まで、何十年と生きていた中で、見てるんですね。で、まあ、死亡届の話もありますし、その第二次世界大戦とその後の戦争、まあ、朝鮮半島では、2つの国に分かれて結局こう戦争していたりだとか、まだ中国の方は中国国内で、いろいろと内戦というものが、終わってなかったと。まあ、そういう部分で、どれぐらい死亡届、まあ、あんな状況ですから、それはすぐには死亡届なんかね、発行されない。その遺体が見つからなかったら、行方不明者っていう形になりますから。だからもともとその併合していたことが話をややこしくさせてしまっている原因でもあるんですよ。っていうのは、その朝鮮半島で戦争があった、その第二次世界大戦で日本がああいう風になったにせよ、そこで戦争は日本は終結してるわけじゃないですか。そしたら朝鮮半島でああいう風な戦争があったら、もともと併合してたわけですから、普通逃げてくるでしょ、日本の方へ。まあ台湾の人たちもそうだと思うんですけども、何かこう人のつてとかでね、そのあんな戦場にいるよりか絶対マシじゃないですか。だからそうなってくると、国の方としても遺体が見つからなかったら、なかなかこう行方不明者としては扱えるけども、死亡としてはなかなか扱えないっていうのが当時の状況としてはあったんだと思います。それと、まあその頃パソコンなんていうものはまず一般の家庭では普及してなくて、特にノート型パソコンが世に出てき始めたのが日本ではですよ。日本では1980年代ぐらいか1990年ぐらいだったんじゃないですか。1980年代もまだブラウン管型でこう奥行きのある大きなこう置き型のパソコンで持ち運びをじゃなかったものが主流だったはずです。ノート型パソコンが一般の人まで普及するようになったのは、やっぱり1台10万円以下の価格になってからだと思います。だから僕は若い頃、学生の頃のノート型パソコンの高性能のものの値段って
27万とか30万超えてたんですよ。それじゃあ普及はしないなっていうところなんですけども、だからまあ話がだいぶそれましたけども、人口に関してですね、その範囲で結婚された人が47万人だったとしたら、これはとんでもないことになるとしか言えない。で、出生率で 0.99 っていうのが出てきてるっていうことは、東京都は東京都の人口、本当の人口を知ってるはずなんですよ。東京都民たちの人口。で、ただ東京に関しては地方から出稼ぎみたいな形で来てる人たちが多いわけじゃないですか。あと隣接してる都道府県の人たちが出勤してきたりするわけじゃないですか。周りは県ですね、周りは県ですね、東京都の周りは。で、訂正しておきます。で、だから出生率について、これ国の方でもどういうふうにカウントするとか、ルール、誰かしっかりと何かアクセス欄とかご存知の方いらっしゃいます？表記されてる人口っていうのは、あれはもうどこの都道府県も3分の1か4分の1ですよ。日本という国境内での人数が4000万人ぐらいですから、各都道府県の人口を1回足してみたんですけども、まあ、1億2000万人ぐらいの数字になるんですよ。あ、これは嘘だなと。家の件数知ってるから、あの人数が大体どれぐらいかっていうのが分かりますから。このとんでもない少子化についての、一つの要因が、何かあった時に、警察官の人がその裁判所に出廷させてね、罰金刑とかで終わらすような形で終わらせないで、精神病院に入院させて、人生、ボロボロになってしまって、で警察官の方は警察官の方で癖がついてしまっている人たちの中で、ちょっとしたことでね、すぐに精神病院行きに、しようとしてしまう警察官の人たちが大量に世の中増えていたというよりも、もともとがそうだったのかもしれないですね。もともと移民政策っていうのは、1890年ぐらいの頃からしていたみたいで、日本としては。で、その朝鮮半島や台湾とか満州国だけじゃなくて、ブラジルだとかチリだとか、第二次世界大戦の前の頃からチリとかブラジルとか、ああいうふうなところに移民されてた人たちもいたみたいですね。その辺のところは中国も同じで、中国の方の方が世界中にこう、まあ華僑と言われてる人たちが、華僑華人、ちょっと言い方なんか途中でテレビの放送も変わってしまってるんじゃないかなとか思ったりもするときあるんですけども、まあ海外に、まあまあ商業原理でも会社の付き合いとかでも、まあそういうふうなケースになるのはなると思います。こう特に発展途上の段階の時とかは、まあ、だから人口規模が多いところの国ほどいろんな国に、まあ結局、まあ、引っ越ししてる状態だったんだと思いますよ。で、母国に、まあ、現地の人と結婚された方とかは、その、母国に帰らないっていうような生活の方たちが結構いらっしゃったと。まあ、何よりも今、その、昨日のね、その報道ステーションのそのニュースに関しても、前年対比で3万人ほど、もしくは3万件減ってるっていう話。だからね、その手のニュースを今まで何回も見てきましたから、それをどう受け止めるか。ただもう精神病院の数と病床の数が大体のところで把握できてますんで、日本全国、今の国境内のところですよ、5万床ほどベッドがあって、1つのベッドに4人ほど、入れ替わりで、
入院させられている人間は存在すると。で、あの精神を生産されなくなる薬とかあるでしょ。で、通院先の、その入院施設がなくても、その通院型の精神病院でそういうふうなものを飲ませたりとかしないでしょ。結局、エネルギーのサドル問題が解決できないから、根本的に人口を減らしてしまえみたいな考え方の連中がもともと政府上層部にいた。で、国連という形でそういったことを行っていた。だからそれによって、大きな災害、台風等が、発生していった。それは、気象庁とか認めてますから。僕によって、台風の発生の数を減らしたりだとか、その方法とか具体的な内容、なぜそうなってるのかっていうところ、結局、まあ、神がかり的な力とか、そういった話になってくるんですけども、その辺のところで、ね、非人道的なことを行いすぎてる。で、まあ、スーパーコンピューターとかだけじゃなくて、未来の時間軸の人や、先に亡くなられたあの世の方たちだとか、天の神様だとか、まあ、そういった存在、特に、天の神様、基本的にアマテラスの大神、太陽神を最高神として、どこの宗教でも最高神として崇めてますけども、じゃ太陽のことをしっかり説明できる人間がいるかって言ったら、いないじゃないですか。何十億年前からあったのか、何百億年前からあったのか、それとも何千億年前からあったのか、何兆年も前から存在していたのか。それすらも誰も説明なんてできないわけじゃないですか。で、燃えっぱなしじゃないですか。燃えっぱなしっていうことは、体積は減っていくわけじゃないですか。普通は。だけども、地球は温暖化って言われてますよね。だから太陽のことについて説明できる人間が多分この世に一人もいないと思いますよ。だから物理的法則を超えてるとしか思えないですね。いや、だって、あんなにずっと燃えっぱなしで、だって、ね、フレアって呼ばれる太陽の炎で大きいものって地球7個分ですよ。だから太陽はどれぐらい巨大かわかるじゃないですか。どれぐらい巨大かっていうことがわか、まあ、ものすごく巨大な、その表面積っていうことがまずわかったわけじゃないですか。で、その全ての面積が燃えてるんですよ。そしたらものすごい勢いで、なくなっていくはずじゃないですか。で、氷河期が来るって昔言われてましたよね。いずれ氷河期が来る、氷河期が来るって。だけども、氷河期なんて来ないですよね。これはこの世の中の現実であって、だから神がかり的な力とか、だから天の神様っていう表現をしてますけども、その太陽すら作ったような、宇宙を作ったような存在がもしいたとするのであればですよ。もうそんなとてつもない存在に太刀打ちできるものが存在するかっていうと、それはそうじゃない。で、輪廻転生という言葉までたどり着いた人っていうのは、だから死んだらあの世があるっていう、気楽に生きてる時とか、ちょっとお若さになって生きてる時とかは、そういう世界のことを否定してるじゃないですか。だけどもそういう世界が神がかり的な力とかが分かったら、あ、これはあるなっていうことが分かるわけじゃないですか。で、今のそのスーパーコンピューターが神がかり的な力を使う部分もあって、で、その世の中と、まあ、向き合って、対応しなければならないのが今の現実社会であって、ただしその余計な電波っていうものが多くて、大量の電気を消費してるのが無駄であって、打ち上げロケットなんか打ち上げるのも、気球全く意味がないと。いや、宇宙衛星がって言われてますけども、宇宙から送れる電波なんか微弱ですよ。出力は太陽光パネルですから。海底ケーブルで結んでるんですよ、世界中。情報の99.9%以上は。だから、正直もう天体望遠鏡でいいと思うんですよ。昔もこの結論になったんですよ。20歳ぐらいの頃に。なぜロケットをそんなに打ち上げたがるんだろうって。アンテナとかもいろんなところに立ってたのに、意味ないでしょ。地上からでも上空の空模様は撮影できるわけじゃないですか。なぜ宇宙からの撮影にこだわるんだろうって。余計なエネルギーを消費するわけじゃないですか。宇宙へのロケット。
とにもかくにも、今回は人口の話でしたので、精神病院をまずどうにかすることですね、世界的に。しっかりと世界中で放送してね。こんなものは、百害あって一利なしと。で、もちろんそういうふうなダーティーなお金の稼ぎ方していた人は、三親等以内の請求で国庫に返納。その辺のところは国会議員の人たちと同じで、余計なスタジアムとか体育館を作った人たち側、いや、建設業界の人たちが、返済していくと。な、これも自然と差し押さえられます。多くの人は。医療業界の人も含めてね。そうすることによって、ガソリン車の停止、世界中しても、もちろん、それで車が、ガソリン車の生産を停止しても、車、だだ余りになると思いますよ。たくさん余るっていう意味で、だだ余りって言ってるんですけども。けど、それぐらいのところまで話持っていかなかったら、ガソリンの消費量は拡大の一途しかたどらないですね。これはもう本当の答えですから。エネルギーの残存量問題。僕は若い頃、1998年ぐらいの頃で、石油の採掘可能埋蔵量が、技術的採掘可能埋蔵量が69年分。2011年の頃で59年分。で、2022年の最新のデータで54年分なんですよ。ロシアなんて1万5000メートルもそこまで掘ってくれてますけども、もしかしたらアメリカもそれぐらいかもしれないですね。もともと、エネルギーの消費量を世界ナンバーワンだったのはアメリカでしたから。その後中国が1位になったというわけであって。世界中でたくさん戦争をしていたのはやっぱりアメリカであって、それが結局、大国という存在になってしまうと、結局そうせざるを得ない。どうしても自分たちでその戦争に介入して戦争を終わらすしかなかった。という部分ですね。だからエネルギーの残存量問題とかを考えると、だからアメリカなんかだいぶ深くまで掘ってるはずだとは思うんですけどね。技術的採掘可能埋蔵量をアメリカっていう国だけで見ると11年で、横ばいなんですね。ずっと掘っていってなんとかしてるんですよ。横ばいの数字で。で、もしくは他国の数字まで、他国の方へ数字が紛れ込んでるのか、どういうふうな根拠で技術的採掘可能埋蔵量の数字を出してるかっていう、正確な内容っていうのはわからないんですよ、これが。世界中の国とかによっては、我々はこう聞いてる、ああ聞いてるとか、今まで掘ってきたその深さによって、これぐらい石油が出てきてるから、この辺りにこれぐらいあると思われるから、だからこういうふうな数字なんだっていうような、曖昧な、内容だと思うんですね。2040年か48年には南極での掘削は、採掘は認められてる。もう少し詳しく説明すると、それぐらいの期間が来るまで、ちょっと年数は今はっきり思い出せないんですけども、それぐらいの期間が来るまで、南極での資源の採掘はやめておきましょうっていうことになってるんですよ。そこの数字まで多分組み込んでると思うんですよ、正直。先進諸国20カ国ぐらいが基地いっぱいもう作ってるわけじゃないですか。その資源まである程度はもう掘って到達してると思うんですね。テレビの放送でもその南極大陸のその掘っていて、この鉄管の中からこう氷が出てきてる映像とか皆さん見たことあるわけじゃないですか。氷の方は掘りやすいじゃないですか。相手が岩石よりも。それなりの深さには掘ってるはずであって、それである程度その技術的採掘可能埋蔵量とか、その辺のところで上乗せとかして、なんとか年数先延ばしにしてきたんだと思いますよ。
っていうのは1998年ぐらいの頃に、ね、技術的採掘可能埋蔵量が69年分でしょ。で、2011年の頃に59年分ですから、数年先延ばしてきてるんですよ。で、消費はずっと拡大してるんですよ、年々。極端なこと言うと、1970年代と比べると、ガソリンの消費って3倍ぐらいに増えてるんですよ。1970年ぐらいと比べると。現在ですよ。だけども、このまま消費の拡大と、この曖昧な数字と、この深さのことを考えると、まあ、実際、石油採掘していて、枯渇していた地点はあると。まあ、こういう状況ですからね。だからまあ、そういうふうな部分があって、人減らしの方向で、精神病院っていうものを、精神が生産されなくなる薬だとか、あとは卵子が生産されなくなる薬とかもあるんじゃないですか。だからそういうふうな、マッドな医療業界っていうのを、本当はそれは、生物兵器と変わらないですから、知ることがね。まあ、本当に。その医療機関の人間が死刑判決下っても全然おかしくないんですよ。本当ですよ。普通に考えたらそうです。政府はしてたから、政府違うよ。大統領、手錠かけられてるよ。ヒトラー、東条英機、死刑判決じゃないって。ヒトラーは自殺してますけども、あの時捕まったら、絶対死刑判決ですよ。そのこと誰でもわかるじゃないですか。政府のトップが死刑判決下ってるのに、なぜ医療機関の連中が死刑判決出ないっていう頭の中の発想になるんです。なるに決まってるじゃない。オウム真理教とか、大卒のメンバーが、ああいうふうにサリンばらまいてたんですから。死刑判決出るじゃないですか。その辺のところが、大学行くと頭が悪くなるところなんですよ。本当に。税金の食らいつき方が激しくなるでしょう。なあ、万博の時の大阪万博のカジノ誘致も、あれは大卒の連中が言い始めたことですからね。特に留学生が。だからたくさん税金使った人間ほど感覚がめちゃくちゃになって、めちゃくちゃな税金の使い方をし始める。これはもう答えなんですよ。カジノなんていうものはもう、ルパン三世とかがね、アニメで昔の方のですよ。だから1980年ぐらいの頃ですよ。ルパン三世とかテレビで放送されていたのは、1970年代でしたっけ？一番最初の頃は白黒でしたよね。ワンの頃。だからその頃にカジノが登場していただけであって、その頃ゲームとか漫画とかアニメとかの文化があんまりなかったんですよ。だからカジノっていうのが取り沙汰されていただけで、カジノ自体に大した魅力なんかないでしょ？ルーレット見て面白いと思います？ポーカーとか。大したことなさそうでしょ？で、その辺のパチンコ店のそのパチスロがスロットなわけじゃないですか。今更カジノなんか作ったって絶対無理に決まってるじゃないですか。世界中のいろんなカジノが倒産してるんですから。ね？大卒で留学生頭はいいって思うでしょ？頭悪いんですよ。まあ、今日僕は動画でアップロードしてる、まあ公開してるものとか、特にまあ、霞が関の人たちや、まあ、国家公務員や公務員の方たちや、各省庁の人たちへって、これを見たら、理解して説明することができるようになりますっていう内容のものなんですけど、まあ僕は政府に、まあ請願法による陳情で、ああした方がいい、こうした方がいいっていう内容を言ってきた内容と、何が今止まってるかとか、マイナンバーカードっていうものが、どういうふうな意味で作られたものなのかっていうのが、しっかりわかると思います。それ見てもらったら、どちらが頭良かったんだろうって思うと思いますよ。まあ今、電波で君って言ってくれた人の声は、まあそれコンピューターが言ってる可能性もあるんでね、必ずしも今から名前を出す人が本人が言ってるかどうか、これは分からないですよ。ユン大統領の声ですね、ユンさん。あの方は多分僕とフルーツアパークで会ったことがあったと思いますね。
1998年頃の頃か、2007年から8年の頃だと思うんですよ。まあ、声を発してちゃんと喋ったかどうか、それがあったかどうかの、確定事項ですから、まあ、電波だけの世界だとちょっと、まあ、ややこしい。で、記録化しなかったらみんな忘れちゃうでしょ。何喋ったかなんて。例えば3日前に自分が何を喋ったかなんか、なかなかみんな覚えてるわけでもないですし、3日前に食べた食事が何だったとか、それは日々の、しなきゃならないことがたくさんあって、まあ、忘れるわけであって、まあ、さっきヨンさんが、まあ、どちらか頭が賢いかのところで君って言ってくれたんですけど、もしかしたら今までテレビへ向かっての受け答えとかで、君って言ってくれたことがあるかもしれないですね。だからそれでコンピューターが、そういうふうにその声を、まあ、開示してきたのか。まあまあ、裁判官機能みたいなものですね。まあ、けどこの人口の件に関しても、各都道県の本当の人口を本当にしっかりと公表するべきだと思いますよ。もうそれしなかったら、すぐにテナント募集とかで建物を建てるでしょう。分かってないんですよ、人口からして。もうずっと人口、世界中で少子化が進んで、人の数が減っているのに、もともとの人口のその範囲が変わったから減ってるんじゃなくて、人が本当に減っていて、学校とか少なくなっていってるんですから。それをいつまでたっても覚えれない、わからないまま、その社会人として長年過ごしてる人たちがほとんどだったっていうことですから、これも本当に政府の方で早く本当の人口を発表するしかないと思いますよ。もう架空の建物ずっと作られてますから、神戸でも。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、皆さんの方でチャンネル登録や着信通知の設定、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、今、一時停止をして、紙とね、メモ、用紙を用意しといて、こう、僕の今言った内容をメモしてもらって、まあ、Y さんの動画見た方がいいよというようなことをね、お伝えしてもらった方が、良いかと思います。それしなかったら、世の中、めちゃくちゃなテレビの放送の仕方で、多分めちゃくちゃな状況のままずっと進みますよ。だいぶ食い止めてる方ですけども、僕の方で。まあ、多少なりとも強引ですけども。けど、それしなかったらもう無理ですね。エネルギーの残存量問題的に。以上です。皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。